雪村様たちが敵主力を引きつけてくれてるんで、早いとこ龍禅さんを見つけちまいやしょう。龍禅様は絶対助け出すんで。観察の悲しそうな顔はもう見たくないし。それでは行きますか。敵に見つからないように。私に任せて。敵の気配がまるで読めない。行かない行かない。あの隠密コードって分かります？敵の動き、影が探る。半蔵の旦那、お願いします。足はこのお嬢さんと城内を回るんで。全力だ。味方本体は大丈夫かな。雪村様、また無茶なことしてなきゃいいけど。私も観察が心配だし、さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。そうだ、そうよし。簡単に言ってくれるにゃ。さっきから足引っ張ってるなんて、そっちなんすけど。まさかこれほどとは。ここは引くしかあるまい。なんか落としてったみたいだけど、これって何？あ、やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？いざ参る。助けに来てくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。私はね、なんか別の人助けちった。この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。突撃。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。龍禅様を連れ戻せば超運殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、勝機はこっちにあるってことで、どうでしょう。あなたたちの力、そして状況は分かった。一緒に龍禅様を救って。龍禅様の居場所は分かってる。でも結界があって近づけない。結界か。あ、そういやこんなの拾ったんすけど。それは結界を解くために必要な鍵。でも一つでは用をなさない。他も集めないと。聖斎様、やはり連合軍の方へ。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして私が出る。必ず龍禅様をお救いする。あなた方の覚悟よくわかりました。求めているものはご七部様がお持ちのはずです。じゃない。なぜそれ。今は信じるしかない。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者たち。任を全うする。まるで夢のような妙な気配。これも何かの技なのかしら。半蔵の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。足が助け立ちしますぜ。ここは手分けした方がよくない？
呼んでいいですか？現れたようだな。侵入者は撃退する。残念だ。そういうのここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ。勝った方に流れがある。それだけの流れっていうか、結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですか？勝者に従う流れか。欲しければ持っていけ。どの道5つ揃わぬは意味を見せる。何その言い方。絶対全部集めてみせるし。子供だましね。つまらないわ。私に任せて。私が守る。ねえ、誰か夢も見ないほど私を疲れさせて。そうしてくれたらいいことを教えてあげる。人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだよ。やっぱあのなんとか忍法の人か。そうじゃないかって気がしてたけど。ねね忍法で気配を消してたけど、そろそろいいかな。さてと、忍びの技の見せ所だよ。ねね忍法分身の術。真田の忍びとしてここは負けられない。ドロン。あれは侵入者。捕らえて、おねね様に報告せねば。ほら、貴様さ、自分ばっかいい格好してんじゃねえぞ。私に任せて。なんかうるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。やった！ひよまさん、まさのり、城に入り込んだ子捕まえて。頑張った子はいい子にさせてあげるからね。さあ、俺が捕まえる。さて、まさのり、俺が行く。体の動きに鈍い。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは長江殿が持ってる。ありがたいけど、なんか大変そうなお姉さんだね。なんか落としたけど。でもこれ探してたやつじゃん。見事。邪魔よ。いったったった。元気が良すぎて困っちゃうよ。一休みしないとね。どうぞごゆっくり。あっしらその隙に進ませてもらいますんで。
勝負を決める。よし、うん、私が真の三国無双ね。私に任せて。いざ参る。お前らは俺がぶっ倒す。そんでおねね様にいい子いい子してもらえ。そんなことはどうでもいい。私はただ結界を解く道具が欲しい。私に任せて。のこのこ入り込んでくるぞ。俺が買ってやる。敵が増えて超めんどくさいんですけど、さっさと結界を解きたいだけなのに。結界とか知らねえし。おねね様が持ってたあれのことか。私が出る。そう、これでまた一つ龍禅様に近づいた。結界を解きたいのか。そういや、総妃殿のお分、何か持ってた。あ、本当？いいこと聞いちゃったかも。邪魔よ。なんだろう、このはしご。あ、ここにかければよくない？総妃って人の奥さんが、なんか持ってるって聞いたんだけど。そう、私は、ねね殿が持っている時。私も倒すってことで、俺が私流。やっぱりすごいっすね。師匠って呼んでいいですかい？ここは通せません。私と彼らの美しい連携で撃退してみせましょう。こんな狭いとこに怪物連れ込むとかありえないし、超邪魔なんですけど。これ以上あがいては無粋ですね。私に任せて。失礼いたします。ちょっと手伝ってくんない？よし。落としたけど、で、これ探してたやつじゃん。勝敗は陛下の常。またお相手願おう。策を使う余裕もないか。私が言っちゃったから。強い子だね。でも残念、私は何にも持ってないよ。いざ参る。持ってるのはあっちか。こうなっては仕方ありませんわね。聞かせてもらいます。じゃない。おや、結界が解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当によかった。良い結果になってよかった。やった！これも奮戦の賜物だな。